夢叶えるプロジェクトとは、ミュージシャン、作曲家、ダンサー、クリエイターなど夢を叶えたい人と、 YouTuber、サポーターなど夢を応援したい人が集まり、発信し交流し応援し合う社会貢献プロジェクト。そのプロジェクトをさらに盛り上げるべく応援していくのがこの番組。先生の夢かなラジオ。こんばんは、ターナーこと田中直人です。全国のコミュニティ FM を結んでお送りしているターナー先生の夢かなラジオ。この番組はボイストレーナーで夢叶えるがむしゃら応援団の私ターナーと、夢叶えるで夢を叶えるために頑張っている素敵な仲間たちでお届けする、みんなの夢を応援し交流する社会貢献ラジオです。今日も始まりました。そして本日はこの方と一緒にお送りしていきます。皆さんこんばんは、夢叶える事務局長の小坂昌司です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。いや、小坂さん、最近シティポップめちゃくちゃ流行ってますね。そうなんですよね。この2年ちょっと前からだんだんこう流行ってきてて、はい、まあ、スタートはなんかね、韓国の DJ から始まったとか、いろんな、はい、説があるんですけど、なんか最近めちゃ熱くて、うん、もうアジアの人がすごい聞いてたり、 あとね、ヨーロッパの人もね結構聞いたりするんですけど、うんうんうん、残念ながらなんか歌ってんのも動いてんのもほとんどアジアの人なんで、ちょっと夢かなでもアーティストがそのシティポップをちょっと歌ってくれっていう話とか、結構ファンの人とか応援者からあるんですね、うんうん、でこの間もシティポップをみんなで歌うような会員制のクラブを作りたいって話があったりですね、実際にもバンドを使って都内にカラオケみたいなシティポップ歌うとかいっぱいできてきてるんですよ。あ、生バンドカラオケ的なシティポップバージョンみたいな、なんかそういうのもできてきてて、結構盛り上がって、昨日も行ってきたんですけど、うん、あ、そうですか、はい、結構盛り上がっててガチでやってるんで、はい、そういうこと考えて、今あのアーティストが自分の歌だけを、うん、やっぱオリジナル曲をいきなり歌ってもなかなか皆さんこう、ね、そうですね、理解してもらえないんで、うん、昔そうでしたよね、だいたい新しい人はあの有名な歌を歌って、その後で自分のオリジナル曲をぶつけてくる、はい、ああこれもいいなってなった、うんうん、なんかそういうやり方をもう一回やった方がいいんじゃないかっていう、うんうん、なんかそういうなんかご意見がいっぱいあったもんですから、はい、アーティストとかいろんな人に声かけたら、みんなもやってみたいと、うんうんうん、で今シティポップを選んで、みんなでじゃあシティポップの楽曲みたいなのをこう集めて作ってみようというちょっと動きをですね、はい、コンテストやってもいいし、なんか歌ってみた風で、うん、またダムさんなんかと本当に組めたらよかったり、なんかそういうことを日本からやらないと、他のアジアがね、日本のシティポップをなんでやってるんだろうみたいな、はい、うん、でね、昔の人がそのまま歌ってるのもあるんですけど、外国人が歌うのが多いんで、はい、日本の新しいアーティストが昔のねシティポップ結構好きな子いっぱいいるんで、うんうん、お母さんと一緒に歌ってるとかね、そういうのちょっとうまくちょっとやってみたいなと思って今動いています。なるほど、はい、これまた世界に発信できそうな夢叶のいい企画ですね。はい、ぜひちょっと皆さんでね盛り上げましょう。よろしくお願いします。さあ、この後はゲストをお招きしますが、今日はビッグなスペシャルゲストが来てくれています。お楽しみに。ターナー先生の夢叶ラジオ。ボイストレーナーで夢叶えるがむしゃら応援団の私ターナーが、全国のコミュニティ FM を結んでお送りしているターナー先生の夢叶ラジオ。今週は夢叶える事務局長の小坂昌司さんと一緒にお送りしています。はい、改めてよろしくお願いします。さあ、今週はスペシャルなゲストに来ていただいております。噛むぐらいスペシャルです。多くのアーティストへ楽曲提供されていて、作編曲家、サウンドプロデューサー、キーボードプレイヤーの阿部潤さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。いやー、阿部潤さんといえばタッキー&翼、キンキキッズ、嵐、渡り廊下走りたい、広瀬香美さんなどを手掛けるすごい人なんですが、最近では海外でも活躍されてますよね。ありがとうございます。もともと海外の人と接するの好きなんですけど、はい、ちょこちょこタイのフェスに出させていただいたりとか、はい、最近もちょっと香港のアーティストのレコーディングを、うん、やったりとかですね、じわじわやってます。いや、本当、阿部さんのライブでもね、たまに海外の、ね、アーティストとこう一緒にやったりするのも大きいで、本当にいつも楽しくて、いつもありがとうございます。ありがとうございます。そして、大坂さん、阿部潤さんはいろいろ夢叶えるお世話になってますよね。はい、いろいろ本当お世話になってるんですけど、中でもですね、
イメカナエールと、ダムさんとのコラボで行った、歌大好き世界一選手権のですね審査員をしていただいたりですね、あと au 自分銀行さんの CM 曲の妹歌ちゃんのドリームのですね編曲をやっていただいたりですね、あとミュージックビデオコンテストボール4でも、特別審査員などですね、もういろんなところで本当お世話になっています。いつもありがとうございます。ありがとうございます。阿部潤さんがここで手掛けた曲を1曲お聞きしたいと思います。はい、どの曲がいいでしょうか。そうですね、まあ、いろいろな方とやらせていただいてましてですね、いつも選ぶのも困るんですけど、なんか一番分かりやすいのがいいかなと思ってタッキー翼のですね夢物語というもうだいぶ前の曲なんですけど、これを聴いていただきたいなと思います。それではお聴きください。タッキー翼で夢物語。お届けしましたのは阿部潤さんが編曲を手掛けましたタッキー翼で夢物語でした。いや、阿部潤さんの編曲本当毎回好きなんですけど、このアーティストの個性とか色までもサウンドをクリエイトしてる感じがするんですけど、どうですかね。あ、そうですね、まあ、編曲っていう作業は本当その場その場で相手の方も違うので、はい、ここは OK でもあっちではダメだったとかが結構あったりとかするので、まあ、その辺のさじ加減がなかなか難しかったりはする時ありますね。この曲に関してはあれですかね、こう中低音というか低音とかこうなんかそういうのをしっかりこう出そうみたいな雰囲気あるんですか、ね、これはですね、実はちょっとやっぱりね、ジャニーズさんのお仕事で厳しい時は厳しいんですね、はい、なんか裏話的な話になるんですけど、はい、ドラムとかもちょっと専門的な話ですけど、最初は生で撮ったけどちょっと方向変えようみたいになって、あでちょっと頑張ってそのこれまた専門的な用語すぎるんですけど、はいはい、生で撮ったものを一回機械に変換する作業とか、あサンプリングして専門用語でトリガーって言うんですけど、あトリガー、はい、例えばスネアのねドンパンドンパンのパンの音を生の音を取り入れつつそれを機械に変換してみたいな、そんな、ちょっと面倒な作業をやったのをすごく覚えてますね。それでなんかこのかっこいいサウンド、まあ、洋楽的というかこう新しい感じになったってこともあるんですか。そうですね、だからなんか生っぽいけど音は機械っぽいなみたいな、ちょっと曖昧なサウンドになってます。曖昧というか新しいサウンド大事なんですね。これはそれが苦労したんですね。これは洋画のスタジオでやられてた頃ですかね。そうですね、あ桜新町、あ桜新町僕もなんかすごい通ってたので、そうですよね、はい、はいはい、本当お世話になってすごいあれなんですけど、はい、さあ今週は作編曲家サウンドプロデューサーの阿部潤さんをゲストにお招きしてます。この番組は夢を叶えたい人を応援するために放送しているんですが、はい、そんな方々のために阿部潤さんがプロのアーティストになるためのヒストリーや仕事の流儀を伺っていきたいと思います。はい、阿部潤さんは福岡のご出身ですね。あそうです、はい、福岡市ですね。好きなラーメン屋もありますよね確か。好きなラーメン屋いろいろなくなっていきますね。あそうですよね、はい、今残ってるところでおすすめはございますか。老子の一級ラーメンというのがこれはちょっとかなりマニアックです か, そうですか。じゃあぜひ近い方は行っていただけたらと思うんですけど、はい、楽器始められたのはいつ頃ですか。これは3歳ぐらいですね。お母様ピアノ講師ということで、そうですよね、お父様もあれですよね、演奏家。そうですね、アコーディオンやったりハーモニカやったりとかしまして、うん、はい、なんか電子その頃、はい、電子楽器とかも好きで父が買ってたのを触ったりとかしてましたね、うん、あそのアコースティックじゃなくて電子楽器ももう、はい、どんな楽器でした。いやもう普通にやっぱシンセサイザーとかですね。あその頃ね、はい、確かに。あとなんか何年前ぐらいですかね、シンセサイザーって何があったんですかね。DX7 とか。そう僕 DX7 開発一緒やったんですよ昔、はい、また面白い話を、はい、すごいフェアライトとか。あフェアライト、はいはい、そうなんですよ。だからでも触り始めたのは もっと前になんかあったんですよね、うん、実家に。もっと前にもっと前にそれ阿部さん見てちょっと興味とかあったりしたんですか。まあまあありましたね。でもハマったわけでもなく、でその後にもう自分でその編曲家になろうと思ったきっかけの一つに、はい、そのシーケンサーっていうのが出たんですよ。あーでシーケンサーっていうのは結局コンピューターが出る前 の, その自動演奏機械、はい、でシンセサイザーだけだと何もその曲は作れないじゃないですか。シーケンサーがあるとドラムマシンとかに連動させてそこで曲が作れるんですね一人で。
はい、そこに興味を持ちましたね、はい、あれができた時はもう本当びっくりしましたよね。そうですね、初めて自動で、その安倍さんが音楽で食べていきたいと思ったのはいつ頃からですか？なんかやっぱ親がなんか音楽やってたので、はい、まあ、音楽やってたっていうのもね、そのピアノの先生とかなんで、うんうん、何かしら関わりたい、関わるなとはちっちゃい頃から思ってまして、はい、で中学校の時に吹奏楽部に入って、はい、なんかこうフュージョンっていうジャンルがすごく好きになったんですね、うんうん、その時にあやっぱこういう音楽をやる人になりたいなと思いましたね、うん、やっぱ結構ミュージシャンってフュージョン好きに最初なる人ってやっぱすごく多い感じがするんですけど、どうですかね？そうですね、確かにそれはありますね、はい、やっぱりもういろんないい要素が含まれてる、まあまりフュージョン聴かない人とかも多いと思うんですけど、フュージョンってどんな音楽かってなんとなく説明していただいてもいいですか？そのジャズの要素も入り、ロックのいろんな要素が、はい、うん、で楽器が主役になれるんですよね、うん、歌とかじゃなくて、だそこだと思いますね。なるほど、めっちゃ映えましたよね。映えましたね、メローサウンドとかね、フュージョンとかね。そのプロになる上で悩んだりしたこととかってありますか？若い頃その、まあ、上京という地方出身者にとっては壁があるんですけど、はいはい、まあ、そこで悩んだのは悩んだんですけど、東京に対する憧れが非常に強くて、やっぱり福岡とかにいると、だから悩みというのはそこ、うん、でもその音楽でやっていけるという自信はなんかあって、おお、もうみんなからもう素晴らしいですね、多分チヤホヤされられてましたもんね、その時にその実際そのバブル の絶頂期で、はいはい、地方でもこう仕事があったんですよ。そうですね、大学の先輩に天才的な方が一人いらして、はい、その人からの流れで地方の CM とかやって、あ、もう地方の CM もやられて、はい、CM とかあといろんなヤマハとかソニーのコンテストの地方代表の人の編曲とか、確かにそういうのがね、あります。盛んにやってましたからね、はい、音楽活動で挫折を感じたことを教えてもらってもいいですか？これはですね、まあ、当然いろいろありまして、なんか旗から見られるとこう順調にやってるように見られるんですけど、はい、なぜかコロナ前がですね、はい、なんかやっぱ波があって、コロナ前の時期が実は調子が、いろんな意味で調子が悪い時があって、だからこんだけやっててもそういう波には合いますよというアドバイスというか、不調な時期は当然みんなあるので、はい、なるほど。なんかその年齢とともにその創作意欲とかそういう技術というか、そういうのってどうなっていくんですかね？それはあんまり変わらないですね、意欲的なものは。ああ、そうですか。うん、なんかじゃあなんかその今回コロナ前になんかそのスランプって なんか考えると何が原因だったのかとか分かりますか？なんかよく分からないですね、その年がなんかいろんなちょっとここでは言えないような問題が発生してですねなんかそういう時期って重なるんですね、うん、いろんなことが悪いことが、うん、で仕事もなんかちょっと不調になって、不調っていうか自分が不調ではなくて、その、うん、まあ、単純にこういい仕事が来るか来ないかみたいな、うん、まあ、音楽業界とかそのマネジメント側とかその辺の部分もあったりとか、なんかそれに関して若い人はなんかアドバイスとかありますか？その不調になった時とか。そうですね、まあ、そういう時もあるよぐらいしか言えないですけど乗り越え方とか特になかったですか？乗り越え方は僕はその時に自分のやりたいことをちょっと今のうちやっとこうと思って、はい、まあ、自分の好きな曲、やりたい曲を作ったりとかする時期にちょっと当てたりとかして、うん、まあ、そういう、それでその後のザオンさんとかもしかして生まれたりとか。そうなんですよ、はい、で意外とそのいい、ね、気持ち的には落ちてても別にそこで、うん、いい曲が作れないとかいうことはないと思うので、うん、まあ、そういう、いや大変いいお話ですね、はい、うん、まあ、ちょっと自分で言っててもいいなと思いましたよ、まあ、そうですよ、本当になんかね、そうやって落ち込んでるんじゃなくて、もっと自分のやりたいことをただその時間はやっておくと、ね、これはいいことですね。貯める時間なんでしょうね、そうですね、はい、必要な時間だったということですね、はい、そんな安倍淳さんには夢かなのさまざまなイベントでお世話になってるんですけど、はいはいはい、ミュージックビデオコンテストボリューム4でも特別審査員をしていただきました。若い人たちの作品に触れてみていかがでしたでしょうか？これはですね、まずその映像のクオリティの皆さんの高さにもうなんて本当に驚きまして、これはもう一昔前じゃ考えられないというか、確かに
映像の世界も大変だなって、まずなんか映像から驚いてしまいましたね。はい、音楽的にはどうでしたか。音楽もなんかクオリティ高かったですね。皆さんやっぱり競争率の高さにちょっとなんか怖くなったという感じで、これボリューム4になってきてるんで、だんだんやっぱりレベルがどんどん、はい、こうライバルというか試行錯誤で上がってきてる感じがあって、はいはい、確かに本当に変わりましたね。1回目と。あ、そうですか。1回目はですね、100人ちょっとが結局エントリーしてくれ、出してくれたんですけど、はい、初めて MV 作るっていう人が 95% ぐらい。あ、そうなんですか。ほぼみんな作ってないんで、コンテストに出す人がどうやって作ったらいいんでしょうって問い合わせがあるぐらいの感じだったんですね。はい、2回目ぐらいからちょっと慣れてきて、もう4回目はプロの方が聞いても300本以上来たんですけど、150本ぐらいは結構そのまま使えるなっていうクオリティでしたね。すごいですね。だからどんどんクオリティが上がってて、アーティストもそういうことに興味があるんで、あ、はいはい、はい、あとコロナで活動がやっぱり制限されてるから、余計そのさっき安倍さんおっしゃったための時間があったんでしょうね。すごいいい作品多かったですね。はい、例えば安倍淳さんがその審査される時 の、 そのなんかポイントとか大事なことっていうのをちょっと教えてもらってもいいですか。はいはい、そうですね、ちょっとなんか、まあ、ちょっと マイナス的意見かもしれないですけど、はいはい、なんか見ててちょっと暗めの作品が多いなとちょっと思ってしまって、なんか、はい、この時代でもうちょっと明るいのが見たいっていうのはちょっと正直思ってるんですけど、まあ、否定するわけでも全然ないんですけど、はい、安倍さんが選んでくださったのとアンドロップが一緒で、はい、キッドっていう作品だったんですけど、はい、すごく、ね、爽やか で、 そうです、ね、うん、なんかちょっと昔のカントリーのようなね、そうです、なんか平和な感じの、ね、はい、明るい歌でしたよね。そう、やっぱりあれはなんか明るさと個性というか、はいはい、なかなか日本の音楽で ああいう楽器の使い方少ないですよ ね、 ね、若い人の中でね、うん、今やっぱりあれですかね、業界でもそういう部分ちょっと求められてるところあるってことですかね。なんかそういう風になってほしいですよね。なんか、うん、例えばこうバブル期だったら、うん、ホーンセクションがいっぱい入ってたとか、うん、そういう、はいはい、なんか最近ストリングスが結構多いから、はい、そういう明るい方向にどんどん行ってもらったら、なんかみんな楽しいんじゃないかなとはちょっと思います。そうですね。でもちょっとね、4回目がちょうど暗いのと明るいのと、なんか自分を勇気づけるみたいなのがすごい増えてきてるんですね。なんか世の中をね、なんか幸せにしたいとか、そういうコンセプトの歌がどんどん増えてきてる。あ、なるほどですね。はい、3回目ぐらいは結構自分との葛藤みたいなのが多かったんですよ。なんかやっぱ社会を象徴してるんですよね。はい、でもその安倍淳さんにそのアレンジしていただいた井本宇多さんのドリームという曲も、なんかちょっと本セクション頑張ったりとか、明るくっていう、まあおっしゃってることをそのまま体現していただいてた曲になってますね。小坂さん、安倍淳さんに質問してみたいことはありますか。やっぱり安倍淳さんなんかさっきもね、ここに入るときに貼られてるポスターの人みんな知ってるっていう、それも音楽にずっとね貢献されてこられた方なんで、これからねどうやってその知恵とかノウハウを若い人にねこう一緒になりながら引っ張っていくのはね、どうしたらいいのかなっていうのを僕なんか模索してるんですけど、そうですね、なんかいい方法ありますかね、若い人と一緒に楽しみながら世界を発信していく方法みたいな、はい、これがその自分でもどう言っていいか難しいというか、そういうのを伝えるの下手な方なんですけど、なんかやっぱり、まあ、当然みんな言われてるけど、上手い人が合格レベルの人がめちゃくちゃ増えて、はい、 そうですね、それが当たり前みたいになってるんで、もう個性を出してとしか言えないんですけど、うん、そこの探り方というか、そのいいアイデアは自分でもなんか悩むところですけどね。さっきちょっと NFT の話をね、安倍さんとかしたんですけど、はいはい、やっぱ NFT なんかも可能性があると思うし、うん、あと僕は最近いろんな人に意見を聞くんですけど、若い人の自分のオリジナルだけ歌うんじゃなくて、みんなが知ってるような歌を歌いつつ自分の歌も歌うっていう、そういう作戦がなんかね、世の中に響くような気が僕もしてるんですよね。それすごいわかります、ね、はい、そうやってやった方がなんか受け入れやすい、うん、そういう気がなんかしますよね。はい、はい、ここでそうしたらもう一曲、安倍淳さんが手掛けた曲をお送りしたいんですが、はい、どの曲がいいでしょうか。これがですね、ちょっと最近私が数年前からやってる和楽器をフィーチャーしたプロジェクトがありまして、ザオンというんですけど、その中からファーストデザイアという曲を
聴いていただきたいと思います。それではお聴きください。ザオンでファーストデザイア。お届けしましたのはザオンでファーストデザイアでした。いやこの曲本当大好きで、ターナー先生のねボイトレラジオでもエンディングに使わせていただいたり、本当これ聴いてるだけでトークがはかどったりとかですね、なんかこうスタジオがこうキラキラするというか、本当いい曲ですよね。阿部さん、 ありがとうございます。これはあれですか、基本的に編曲だけされたんでしたっけ。このアルバムは全部作曲、はい、作編曲プロデュースということで、いや本当これぞ若い人に個性だぞっていう感じ出してると思うんですけど、うん、どうですか。はい、そうですね、はい、そこを第一に考えて、やっぱりあの日本の個性イコール和楽器みたいなとかって、まあ、最近流行りですけどね、和楽器あの流行りの一つではあるんですけど、なんかその中でもこうなんとかあんまりこう日本臭くなく取り入れましてですね、そこを個性としてやってみました。なるほど、はい、ちょっと融合みたいなところもありつつ、はい、いいところを全部という、はい、いや阿部純さんしか出せない個性だと思います。ありがとうございます。素晴らしいです。はい、そしてここでこの番組恒例の質問があるんですが、阿部純さんの今後の叶えたい夢について教えてください。そうですね、まあ、コロナで海外とのやり取りとかがちょっと行ったりとかですね、来たりとかが減ってたんで、その辺をまだまた海外とのやり取りを増やしたいなと思ってます。はい、いいですね。そしてそろそろお別れの時間となってしまいました。阿部純さんから最後にお知らせしておきたいことはありますか。はい、じゃあちょっと私 の, ライブをですね、厚かましくもお願いします。はい、なんか最近割と大きいコンサートに参加することがいろいろありまして、その辺はまあツアーとかはあんまりないんですけど、その辺は私のホームページを見ていただけたら嬉しいなと思うんですけど、はい、自分のリーダーライブっていうのがありましてですね、6月16日、6日後なんですけど、はい、目黒のブルースアレーというところで、はい、ミュージシャンがドイツ人、ブラジル人、アメリカ人というちょっと国際的バンドを、ちょっとこのバンドまだ言えないんですけど、ちょっとこの今後展開がありそうでですね。おお、はい、すごい。ちょっと楽しみですね。楽しみですね。面白いこともありそうなんで、はい、曲はその時は私のオリジナルを中心にお届けしまして、はいはい、ピアノ、ベース、ベースもアコースティックベース、はい、でベース、ドラム、サックス、はい、あと三井大成君というですね、はい、素晴らしいバイオリン奏者に来ていただいて、はいはい、楽しみですね。そんな演奏で。編成でやります。よろしくお願いします。行かせていただきたいです。6月16日ということで、目黒ブルースアレーなんですけど、はい、僕阿部さんの、ね、ライブよく目黒ブルースアレー見に行くんですけど、はい、本当ニューヨークのなんかブルーノートにいるような気分になりますよね。音楽もすごいいいし、食事もいいし、阿部さんもいるしということで、はい、ぜひ皆さん6月16日、はい、目黒ブルースアレーにお越しいただけたと思います。はい、あとはね、阿部純さんのツイッターとフェイスブックもすごい面白おかしくというか、いろんな情報がね告知されてますので、ぜひ阿部純さんで検索していただけたらと思います。ということで今週のゲストは阿部純さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ターナー先生の夢かなラジオ。ボイストレーナーで夢叶えるがむしゃら応援団の私ターナーが、全国のコミュニティ FM を結んでお送りしているターナー先生の夢叶ラジオ、ラストは夢叶えるミュージックビデオコンテストボリューム4で学生ゴールド賞を受賞したおもちさんの欺きを聞きながらお別れです。ここで私ターナーからのお知らせです。ツイッターターナー先生で毎日投稿してます。ぜひ皆さんフォローお願いします。そして夢かなテレビがむしゃら応援団シーズン2が夢かなえる公式 YouTube で配信されています。まあ、アーティストとして活動をねやっていく方、あとクリエイティブも入ってるんですけど、そういう方にはですねぜひ見ていただきたいと、そういうの思ってますんで、ぜひよろしくお願いします。この番組では夢かなえるに登録しているバンドやアーティストの特集、ライブイベント、夢かなえるのミュージックビデオコンテストの裏側の模様が見られちゃいます。番組 MC は元 AKB48 の松井咲子さんが務めてくれてます。詳細はぜひ夢かなえる公式ホームページや SNS をチェックしてください。さあ夢かなえるプロジェクトでは、夢を叶えたい人と夢を応援したい人が集まり、発信し応援し合うプロジェクトです。あなたもぜひ参加してください。この時間のお相手はボイストレーナーで夢叶えるがむしゃら応援団ターナーと、夢叶える事務局長の小坂昌司でした。また来週、さようなら。
がいる。